お金と仕事の宇宙構造、「長者様養成講座」「小林正官」「刹な主義」「経営の帝王学というのは目の前の人を大事にし目の前のことを大事にすることそれだけです」「これが本当に正しい刹な主義です」 切な主義の意味が分かったら、あとは人生の中で何も考える必要はなさそうです。よく私はラーメン屋さんの話をします。10日前にお客さんが10人で、5日前に5人になって、昨日は1人しか来なかった。今日は1人来るか来ないかどちらかだ。このように、 お客さんがだんだん減ってきているラーメン屋さんがあるとします1ヶ月後には不当たりを出して2ヶ月後には店を売らないと食べていけないそうしないと借金が返せないというような状況で今日1人来るか来ないかのお客さんがたまたま来たとしますもう気もそぞろですから お客さんにににラーーメンを出す時にスープの中に親指が「入っているわけですお客さんが親父さん親父さん指が入っているよ」と言いますそうするとそのお父さんは天井を睨んだままお客さんの顔を全く見ないで「大丈夫です」「熱くありませんから」と答えたりします問題は2つあります 指が入っていることに気がつかないということと指が入っても熱くないようなスープを出していることです指が入ったら熱く感じるようなしっかりとしたスープを出してくれという問題もありますがそのような細かいことは置いておきますこのようなことをするとお客さんはたった一人で間違って入ってきたのですが 明日からは来「ないでしょうなぜ今日目の前に来た人を大事にしないのでしょうか」「10日前はお客さんが10人だった」「5日前は5人だった」「一昨日は2人」「昨日はたったの1人」「明日お客さんが来なかったら1か月後に倒産だ」 二ヶ月後には店を売らないといけないそんなことばかり考えて今目の前のお客さんに美味しいラーメンを出そうとは全然思っていません私たちの人生は三秒前はもう過去なのです二秒前も過去です今目の前にこの人がいるこの瞬間この刹那だけが今なのです そうしたらもう過ぎてしまった悔やんでもしょうがない過去について考える必要はありませんまだ来ていない明日というのは永久に来ません明日というのは寝て起きたら明日だと思っている人がいますが寝て起きたら今日なのです今目の前にいる人を大事にする 目の前にやるべきことがあったらただひたすら大事にしてやっていく私たちにはそれしかできない今この瞬間から心を入れ替えて本当においしいラーメンを出してあげたらその人が友人に電話をしてすごくおいしいラーメン屋さんに出会ったぞと宣伝をしてくれるかもしれません そして明日は二人で来てくれるかもしれません。またその二人に心を込めて美味しいラーメンを出してあげたら翌日は四人になるかもしれない。でも四人になるかもしれないと思ってそのことばかり考えて今目の前にいるお客さんのラーメンに指を入れていてはダメなのです。簡単なことです。 私たちは未来のことを考える必要はありません過去のことも考える必要はありませんただ今目の前に存在する人ことものを大事にすることそれを切な主義と言いますすなわち念を入れて生きるということです 道具を大事にする2002年のワールドカップのサッカーで日本が予選を勝ち上がりましたこれはなぜかと言いますと苦毒を積んだだからだと思います世界のサッカーチームの中で日本チームがロッカーを一番きれいに使っていました FIFA という国際サッカー連盟がいろいろな係員の情報を集めてきて日本のチームはロッカーの使い方がものすごくきれいだと絶賛して記者会見までしましたそのように道具を大事にし自分が世話になっているものを大事にしている人には必ず神様からの微笑みがあります イチローという選手は時間があると自分でバットやグローブやシューズを磨いているそうです。そんなことはグランドボーイにさせればいいじゃないかと言った人がいました。そうしたらイチローはいやこれによって私は世話になっているこれでご飯を食べているのだから自分で磨きたいと話したそうです。 新人のホームランバッターでこれからホームラン王になるかもしれないという人を観察してみてください。ホームランを打ち終わってバットをポーンと投げる人は絶対に大物になりません。ホームランを打った後にそのバットをそっと置いた人はホームラン王になるかもしれませんが、バットを投げた人は超一流の人にはなれません。 つまり自分がホームランを打たせてもらったバットを放り投げてはダメなのです王選手は世界で一番のホームランバッターでしたが打ち終わってバットを置く時はバットのヘッドが地面についてから手を離しました一郎もそのようにしていますこのように 自分が生活をさせてもらっている道具に対して、すごく丁寧な接し方をする人がいます。道具にも魂が入っているのです。例えば、バットの芯からちょっと1ミリか2ミリずれたところにボールが当たって、本来はライトフライになるような時でも、この人には世話になっている、こんなに大事にしてくれる、 とバットやボーールが考えてホームランになるかもしれません自分が世話になっているものに対して感謝の念を持って接している人は必ず何をやっても恵まれます実は自分の力ではなく自分の周りのおかげで何でも成り立っているのです長嶋茂雄さんが 現役を辞めた経緯をご存知の方はいるでしょうか記者会見では限界を感じてと言いましたが親しい人には別のことを話したそうです記者会見では明らかにされていない長嶋茂雄さんの本当の心の部分です長嶋さんは親しい人にこのように話したそうです 自分がバットを振って球が飛んでいくときに当たり損ないがたまたま外野の前にポトッと落ちたりショートゴロの時にイレギュラーバンドでショートの頭を越えてくれと思って走っていると本当にそうなったりボテボテの当たりが野手と野手の間を抜けていったりというようなことがものすごく続いてきて自分はそれで 打率3割台を保ってきたところが引退を表明した前の年からそのようなことがすごく少なくなりそして引退をした年はそのようなヒットがほとんどなかった野球の神様が「そろそろやめなさい」と言っていると感じたのでやめることにした長嶋さんは天才と言われて 自分の才能でやっていたと皆さんは思っているでしょうがそうではなかったようです野球の神様がついていると思いながらやっていたらしいのですそしてどうも神様が微笑まなくなったなと思った時にやめたというわけですでは一郎がなぜたくさんヒットが打てるかというと 自分がやっているのではなくてこのバットやグローブスパイクシューズユニフォームが自分を働かせてくれて応援をしてくれていると思っているからかもしれませんだから道具を大事にしているのです道具を大事にしている人には必ず宇宙も物も答えます皆さんが 食べたり生活をしたり生きていることに対して支えになってくれているものはいろいろとあるでしょう皆さんを支えてくれている最大のものは夫かもしれませんさらにもう一つの最大のものは子供ですそして寝込みがちな姑と姑も実は 自分を支えててくださっているのかもしれませんそれからよく小言を言うおじさんおばさんも実は自分をものすごく支えてくれている人かもしれません勤めている人は口うるさい課長や不機嫌な顔の部長を憎んだり 恨んだりしているわけですがよく考えてみるとその人たちは実は自分をすごく支えてくれる人かもしれませんこのようなことが分かってきたら道具もそうだけれども人間はどうして大事にしないのですかという話になります道具を大事にしている人は必ず宇宙や神様 仏様からら支援や応援があって支えられてえれいるのです。道具も大事ですが私たちは身近な人たちにとても世話になって生きているのではないでしょうかその人たちに対して「ありがとうありがとう」と言いながら生きているとその人たちはその声が聞こえなくても 私たちを支援する方向に動いてくれるみたいです。